フィリップ・アルブレヒト・ヘルツ・オーク・フォン・ビュルテンベルクは、ドイツの旧諸校ビュルテンベルクを受け課長。ビュルテンベルク校アルブレヒトとその日のオーストリア大、公女マルガレーテ・ゾフィーの間の長男として生まれた。シュトゥットガルトのエーバーハルト・ルート・ビヒ中等学校で学び、中ュービンゲン大学で1年間法学を学んだ後、1912年より、 ビュルテンベルク王国軍の第119不評連帯所属の陸軍中尉となった。第一次世界大戦が始まると、フィリップ・アルブレヒトは東部戦線でセルビア軍との戦闘に従軍した。1918年11月にドイツ革命が起きると、当時陸軍少佐となっていたフィリップ・アルブレヒトは実質的な退役を余儀なくされた。中便現大学に戻り、 1925年に、博士号を所得すると同時に学業を終えた。ビュルテンベルク王ビルヘルム2世が1918年に退位して、ビュルテンベルク王国は消滅していたため、王位継承予定者だった父アルブレヒトとフィリップ・アルブレヒトが王位を引き継ぐことが叶なわなかった。 フィリップ・アルブレヒトは、時期多い継承者として教育されていたため、君主制こそが最も優れた生態だと生涯、信じ続けていた。ナチ党の勢力伸長を意味嫌った、フィリップ・アルブレヒトは1933年11月の総選挙には投票せず、ナチ党の権力者たちと敵対した。ビュルテンベルク家の人々は、ナチ党と戦う姿勢を見せ、 ベネディクト会の修道士になって、オド神父と名乗っていたフィリップ・アルブレヒトの弟、カール・アレクサンダーは、1940年に、アメリカ合衆国に亡命して、多くの慈善団体に働きかけ、ユダヤ人難民の救援に奔走した。フィリップ・アルブレヒトは1934年に、自分の居城である、王太子宮殿に、ハリ十字の旗を掲げるのを拒み、家族と共に、 シュトゥットガルトを追い出された。彼は、父の居城であるアルツハウゼン城に移った。1939年に、父が死去すると、フィリップ・アルブレヒトは、ビュルテンベルクエイエ朝の地位を引き継ぎ、一族の所有する莫大な所領を経営していくことになった。1975年、父と同様にアルツハウゼン城で亡くなり、アルツハウゼンに埋葬された。 長男のルートビヒは1959年にビュルテンベルク王家の成員としての地位を放棄したため、1960年からフィリップ・アルブレヒトの後継者となっていた次男カールが課長を継いだ。1923年10月24日、アルツハウゼンでトスカーナ対抗家課長、ペーター・フェルディナントの長女であるオーストリア大公女ヘレーネと結婚した。 ヘレーネは娘を一人産んだ直後に、フリードリヒスハーフェンで亡くなった。1928年8月1日、ヘレーネの妹である、オーストリア大公女ローザと再婚した。夫妻は二男四女を設けた。ありがとうございます。